はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル FNS のピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回も時知らずいぶし工房にてドライブワイパークワッドホッパーブラックオーバーフロッシャーのラピッドブラスターエリートでやっていきましょう。それではスタート。いやー時知らずの洗礼を浴びている現在でございますがね、もう何戦もしたとは思えないくらいのスコア出てますが、まあね、逆に言うと苦手だからこそ慣れていきたいところではあります。スプラトゥーン2の時とは武器も使えるスペシャルもなんならいくら投げができる点も含めて違いますからね。さあ最初の武器はクワッドホッパーブラック。さあここ塗っていくのは大事大事。通常しよう、通常ウェーブだね。何が出てくるかな。あーこっちからヘビ出てきてるね。ここ塗っといて奥の片パを狙いに行きたい。入った、片よく入った。一人落ちたぞ。なんか私への責任重大だねこれ。おっと、はいこの数だけ。よいしょよいしょ、おーいって片パ。オッケー、よいしょ。そこの片パ落とせてるし濡れはしないね。片パ多いってばよ。届いてない。うわー爆弾か、これまずい。復活したら即メガホンだねこれ。やばいやばいやばい。オッケー、とりあえず片っ端2体落として。まずい、狙いボックかよこれ。おかしいおかしい。あーなんとか第1ウェーブクリアのために全部のスペシャル使っちまったよ。いやでも負けるよりかはマシだこれ。なんなら僕スペシャルの選択自体は今の最良だと思うよ。もうここからピンチになったらシーラね。臨機応変に頑張れ。遠い場所にいろんなものが湧きすぎてんだよな本当に。あそこに湧いたやつみたいな感じでさ、あそこ届く。うっねえ。まったくよ。はいはいはい、やばい死ね。うえっ撃たれた。これやれる。ガタパ今度はどこに。よし、いやー復活はできたけど、ありがとう、ありがてえけどそれそれよろしく。カニー、カニタンク、カニタンクがやってくれてないね。やばい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 、思って。すべて片方だけでも落とせれば。手をいるのか、ありがてえ。よっ、あっ押されて片端にぶつかって、絶版助かる。もう納品の前に一応これ、二択だよこんなの。ひどいひどい、これはなんどんだけ湧いたの今。今回なんか全体的に片パがやばいぞ。こんなことある。いやー
きつかったですね。まだ第1ウェーブクリアしただけマシってぐらいだった。まあね、基本的にね、まあ結構最近何度も言ってますが、バッチによって開始位置が変わったことによって、40からスタートする人って普段サーモンランをあまりやっていない人が多かったりするから、まあ普段、今までだったら上級者、例えば普段カンストとかやってるさ人とかいるじゃないですか。それがまあ1回2回やってみようかなーで入ったところとかに遭遇することもまあワンチャンあったんですが、それの可能性が極端に低くなったっていうか、カンストとかを目指す人は基本的にもう同以上のバッチは持ってるはずなんで、この隊にいないんで、相当不調な人以外来ないよここ。さあ満潮、よいしょ、結構無理やり塗りに行っちゃった。大丈夫そこ、そい、とりあえずしょって塗っておいて、片っ端そこかよ、それ無理です。あ、ごめん、止まっちゃった。痛い、よいしょ、凍らせ、オッケー、おいしょ、ちょ、待って、勝手に来てくれ、私が死んでしまうんだが、死ぬ前に片っ端があそこの位置に湧いた時の対処よ、片っ端が湧いた時の対処がやばい。ありがとう、あ、計画が違う、ここ塗りが、いやなんだよこれ、うまい、偉すぎ、だからもうなんつうもの出てきてくれてんだ、あと3つ、納品自体は足りるはず、オッケー、よいしょ、もういいよ、ナイス、途中のタワーがあそこに出たの鬼畜すぎる、やりに行けと、クワッドホッパーブラック、満潮継続、夜ではないね、まあこのウェーブだけでもせめてクリアしたい。怖いね、満潮がマジで分かれるし、奥にいることによってタゲちょっと分散したいか、いやでも万一あそこにさっきみたいにタワーが湧いた時に対処してくれる存在が欲しいんだよな。片パいける、そこよろしくお願いしていい、あー外したね、思いっきり外したね、いやなんか多いって、なんかそこいっぱいいるんだけど、片パどう、そっち対処できる、おっ、いって、ぬれ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 、うわっ、叩き落とされた感はすごいな、ありがとう、待って、どうする、もうこれ私が行くしかねえ、やば、ここやべ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 、ただこの位置でタワーが湧いてくれたのは素直に偉い、帰ります、もうこんなところにいられる、うわっ、危ねえ、あの爆弾をかわすためにスライド1回残ってて本当に良かった、ナイス、カモンも何もない、ナイス、ほんとあそこに1人いるの重要だな、動きやすいやつ、さあ通常しよう、
側面濡れてねえ。いや違うわ、通常仕様だけど特殊ウェーブだ。何出てくるここで。なんでだよ。狩られた。おいおい、そっかられてんじゃねえか。スペシャル残ってねえぞ僕。先助かってくれそっちは。もう私知らん。もう結構リスクを度外視しながら狙いに行ってるからね。ここに関してはリスクをコント返ししないといけないくらい。よいしょ、もう落とさないとまずい。ある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 、ナイス。ふっ、よいしょ、ナイス。素でクリアしてった。マジか、忘れてた。うえ、叫び声。さあ気合い入れろ、ドライバイパー。さあ初手は何が出てる。何かやってくれたね。ダメージが 1.2 倍なんだよね、弱点だと。よいしょ、あー私ね。よいしょ、ちょっと待てー。おっ、よいしょ、よいしょ。こっ、雨降らしまずい。バッシュ、ええ、片っ端の位置がと、ありがとう。全員かわしやがった。なんか鉄球まで湧いてんだけど。いや、まずいまずいまず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 、どこだよ。さすがにきつい。ここ飛び地が多すぎるのと、やっぱり片パがやばいね。片パ今回出てないけどタワーもやばいはず。いやまあ全滅せず残っただけいいと考えるべきでしょこれ。あぶねー、どうなることかと思いましたが、本当にもうみんなデスしまくってでもいけましたね。よかった。特に最後スペシャルなしの状態でね、スペシャルなしの状態で光映えをクリアできたのは偉い。もう単純にみんなが全力出してたあれ。あーよかった、安心だよこれで。安心して私は眠れる。死ぬのかっていう感じのレベルの発言だな今な。安心して眠れるって何、墓にでも眠る気っていう、そんなレベルだった今。さーて行きましょう。さあ
どんどんどんと。ドライバイパー。ドライブワイパーはねかなり優秀な武器ですからね。ほいほい。あー初手で肩パッドが湧いておるよ、湧いておるよ。ファイヤーバンバー。全部そっちタゲの取られたんだけど。ほうほう。えらい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 。はーいはいはーいはい、オーッケー。ほっ、届かないんかい。すげえかっこよく決めようとした私がバカじゃねえか。はい NG。 はいオッケーでーす。おーおーっと、はい、あーまあ汚い。ほい、納品意識をたぶん足滑らせた瞬間やられた。そんなレベルだった。ごめん、助けて。ありがとう、ナイス、任せろ。めっちゃめちゃに切り裂く、うえ切り裂かれてしまう私が。あと2つだから私が入れれば完封です。本当に私は非ダメージボイスが搭載されてるよな。もう本当に何も考えずにゲームをしているのが分かるような脊髄反射でさ声が出る。うえっ、いてーっていう。本当にそのキャラがダメージを負ったのと同時ぐらい似てるから脊髄反射だね。完全な脳の思考がもうそこら辺とキャラクターに憑依してんじゃん。 OK、 ほい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 よ。ちょっと遠くない？こっち。そして逆サイド、おーいよ、はーいよ。ここいるとね、ヘビのタゲが映るんですよ。実は一定時間柱の上とかのヘビが狙えない場所の上にいるとタゲが映ります。モグラとかも同様ですね。はい、大丈夫、安心せえ。ほっほっほっ、あーミスった。よいしょ、はっ、オッケー。君さすが名誉だわ、名誉フレネミーなだけあるって。くそ、鉄球は今無視、どうせもうかわせるし。うおすげえ弾き方した。あー血だ、足止められた肩パッド、ありがとう。さあ投資はよく最終ウェーブ、ホップソナーが残ってます。通常潮だね、通常潮、通常ウェーブ。オバフロはマジで塗り担保してあげましょう。てかマジで塗れる動きをねおろそかにすると死にます。はい、柱と蛇だね。ラピよろしく。ほっ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 、はい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 、まあまあなダメージ入ったね。一時交換、えらい。ほい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 、危ね。
で復活できてないじゃん。ありがとうございます。ごめん、よろしく。食べたか。オッケー。悪敵だなあいつも。ナイス。とりあえず大雑把に今塗りまいてやる。大雑把に巻く。脳筋カゴの周りを大雑把に処理する感じで、この塗りのやつによって生存率が変わる。ナイス。ボムを投げてもよかったけど、こっちの方がいいでしょ絶対。ナーイスードボン。ナイス勝利。いやーよかった本当に。ですがちょっと多めに出てしまうのはしょうがないか。しょうがなくはないか。減らせるようにはしたいけど、勝てればそれでよかろうなのじゃ。うん、よかった勝てて。ただ納品はやっぱ少ないですね。デスを取るか納品を取るかっていう感じにはなりそうなんですが、デスしまくって納品もできてないとかだったらね、元も子も言えないですからね。まあとりあえず今回はクリアできてよかった。はい、ほんと安心しました。第1試合目が結構ボロボロだったせいでね、余計に良かった感じがします。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。